ご覧いただきありがとうございます。新体のまさきです。本日は生駒市にございます第23個配置の方にお邪魔しております。ではですね、早速こちら玄関スペースからご紹介いたします。非常にね、ゆったりとした玄関となっておりまして、上りまして正面の方ですね、水回りとなっております。まずですね、ゆったりとした洗面スペースがございます。遠くの方ですね、肩までね、ゆったりと使っていただけそうなぐらい広い浴室となっております。で、廊下の方ですね、戻りまして、こちらが洋式のお手洗いです。で、こちらですね、リビングスペースとなっておりますね。非常にね、ゆったりとしたリビングとなりまして、隣の方ですね、約6畳ほどの和室が続いております。で、収納スペースもね、こちらしっかりとございます。で、バルコニーがね、こちらですね、日当たり良好なね、バルコニースペースとなっております。で、キッチンの方もですね、シンク、調理スペースともにね、ゆったりと確保されておりまして、お好みのガスコンロを設置していただけます。で、こちらですね、2部屋ございます。ですね、1部屋目がこちらですね。こちら上の方にね、ちょっとした収納スペースもございます。で、なんとね、嬉しい2面バルコニータイプとなっております。非常にね、ゆったりとしたバルコニースペースですね。で、最後にこちらの和室部分となりますね。こちらも約6畳ほどとなってまして、先ほどのバルコニーに続いております。で、収納スペースがね、こちらにも十分確保されております。お布団はね、どさっと収納していただけます。奥行きもね、かなりございますね。ただですね、詳しい情報につきましては賃貸のまさきのホームページをご覧ください。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸のまさきは皆様のお部屋探しを全力でサポートいたします。ご視聴ありがとうございました。